今日、まあ、撮ろうかな。うん。今日撮りますか、じゃあ。前回は、猫王子。じゃがいも王子か。じゃがいもなんとかにやられちゃったんで。今日撮りますか。撮ろうと思ったら撮れるんで、余裕で。うん、釣りタイトルやられまくったかな、前回。パンチ棒って何？パンチ棒っていうのを知らないんだけど、ボクサーとか使ってんのそれ。へっしっ、すいません。パンチ棒っていうのがあるんだ。はい、和骨。なんか急に切れちゃったね。まあしょうがない、回線の問題だから。あれ、まあ、いやでもね、まあ彼取ってもいいんじゃないかなって頑張ってたから、すごい。俺は正直言うと本気出したらいつでも取れるからさ。はい、和骨。おお、句読点久しぶり、いらっしゃい。楽しんでて。亀田がやってるやつ、ああ、知らない、見たことないわ。BGM 止まったね。都市伝説じゃないけど行方不明とかの話、ああ面白いよね。未解決事件とかいうやつでしょ。怖いよね、ああいうの。器具は高いから、そうだ。あんまりね、金かけて強くなるっていう、なんか機材オタクみたいになりたくないからさ、機材自慢とかしてもしょうがないでしょ。ニークラ岩尾？何それ、ニークラ岩尾って何それ、ニークラ岩尾、知らねえの。なんだろう、ちょっと怖いね。和道さんって昼夜逆転？いや普通に昼間働いてるから逆転してないよ、全然普通に働いてますよ僕。まあ今日は3連休だからね。あと放送でリスワン撮りたい時とは長めに夜やったりとかする。新倉岩尾っていうのがいるんだ。いつ寝てんの？いや、まあだから配信してない時だけ寝てるって感じだ。俺はずっと起きてる時はほぼ配信やってるから。新しいフォロワーさん、TTMD さん、タボニアンさん、ミキオさん、シュさん、
市川のミッチーさん、カレンさん、ネオおばあさん、バターケンさん、もぐらさん、あつしさん、こうくんさん、だいちゃんさん、英雄さん、たつにきさん、ともかずさん、梅田アレキサンドルさん、フォローありがとう。ありがとうございます。いつも不規則？そうかな？あんまり別にそんなこと思わないけど。あ、配信の時間帯がってこと？そんなこと言ったらお前らの方が不規則だろ。お前らの方がいくつ寝てんだよ。不規則すぎるわ、君たちは。俺はまあこれが仕事みたいなもんだから、っていうか仕事だから、それはね、バンバン放送やりますよ。スーパーリスナーなんだ。スーパーリスナーだと。そいつは失礼しました。4時間睡眠マジで？超ロングスリーパーだから羨ましいんだけど。ショートスリーパーいいな。風船参加ありがとう。いらっしゃい。風船参加ありがとう。昨日のワドのいびきビビった。やばいでしょ、やばいでしょ。最近ニコ生の七原くんという主演が、面白いの？ニコ生全然見てないな。食事はコンビニ弁当とかが多いかな。まあこれもうタルトとか大好きなんだよ。タルトうまいっすね。七原くん、まあでもニコ生追っかける気はないかな。あそこにいるリスナー質が悪すぎる。正直あそこでやっててもなんか古いよね、ノリが。ショートスリーパー早死に、俺もそれ本当だと思ってる。高瀬ぐらい、へえ、すごいね。七原くん。すげえな。あ、 ADHD なんだ。まあいいんだ、本人がそれネタにできるなら。
俺もアスペで ADHD だから。本人が苦じゃなかったらいいんだよ。ね、武器に変えられる力持ってんなら。それが嫌な人もいるな。彼女はタイムシフトにいるよ。今日ずっとトレーニングやってたから。彼女今お風呂入ってる。あ、もうタル。タルトですね。タルト。なんか落っことすな。映画見てるときにじっとできないのって ADHD。ああ、確率は高いね。確率は高いね。彼女別に襲う必要ないでしょ。彼女別に襲う必要はないよ。俺の彼女なんだから。いつエッチするの？いや、結構してるよ。うん。生きづらさは感じてない。子供の頃は感じたけど、もう生きづらいよ、やっぱり、この社会は。だけど、もう生きていくしかないなと思ってるから。マイノリティは生きづらいに決まってるじゃん。だけど、うまく特性を生かしたりすると、人よりも良かったりするから。そこは、いい方にいい方に考える癖をついてる。例えばなんだろうな、精神障害で生きづらいと思ってたのは、精神障害のこと語っていいの？エッチしてるよ、全然。うん。例えば、精神障害のことを語ろうか、じゃあ。精神障害のことを語るとするなら、これ本音ね、本当にその時思ってたことなんだけど、子供の頃から、自分以外の人間は全員バカだと思ってたの。本当に。これ本気で思ってたのよ。なんでかっていうと、会話が通じないから。要は、先生に質問とかをしたり、親とか大人とかに質問とかをしても、自分が求めてる答えっていうのが返ってこなかったの。要は、それは自分がアスペだから、ストレートな物言いばっかりしてるから、要はストレートな返事。要は、なんだろう、倫理的とか社会的な規範とかさ、あるじゃん。そういう空気を読むことが俺はできなかったから、要は曖昧な答えばっかり返ってくるから、ああ、この人たちは俺の質問を理解できないバカなんだっていう。で、納得の答えをする人とかって中にはいるんだよ。300人に1人ぐらい。でもやっぱそういう人は精神病の人ばっかりだね。うん。最近調子悪かったけど、夢見て春を気持ちよく迎えられそう。ああ、よかったよかった。野前さんよかったです。うん、柔らかいティッシュっていうか、まあしょうがないよね。まず、もう鼻炎で鼻水ダラダラになるから、ずーっと鼻かんでる状態だから、擦り切れちゃうんだよね。だから、うん、生きづらいっていうよりも、俺の話とか、俺が求めてる答えをくれる大人っていうのは少なかったね。うん。うん。アインシュタイン級の人は先生に質問しても納得できないらしいとドラマで言ってた。例えば、それが、そう、これ普通のね、日常茶飯事だったんだけど、学校で授業があって、A 君は5分先に時速何キロで歩いて出ましたと。で、B 君は5分後に時速何キロで追っかけます。さあ、何分後に着きますかみたいな問題、小学生の時にやったはずなんだよ。
そういう記憶ある。その、ちょっと待って、のんたん来たから。そういう そういう問題あります？やったことあるっていうか、記憶に。多分、普通に全国区でやってる問題だと思うんだけど、俺、これ一日潰しちゃったんですよ。この問題が出題された時に、ある質問をして、ディベートが始まっちゃって、丸一日潰れたのよ。で、のんたん着替え終わったら教えて。で、どういう質問をしたかっていうと、時間の概念が理解できませんって言ったの。時間の、これは何秒までに出したらいいって、 0. 何秒とか無限に時間があるわけじゃないですか。で、確定的な答えを出すっていうことは不可能だっていうことを、俺、小学4年生か、小、うん、違うな。小学何年生だっけ？この問題が出るのって。あの先生は、小2の時の先生だったかな。多分ね、小学2年生ぐらいでやる問題じゃないのかな。多分小2だよね、これ。合ってる？小2で。多分ね、その先生、小学2年生の時の担任の先生だから、多分合ってるとは思うんだけど、その時に、その先生がすごい熱心な先生で、じゃあみんなで考えてみようみたいな。だってそうじゃん。何分っていうのは、分単位で区切るっていうから、本当の答えって出ないじゃん。無限にあるわけよ。来ました。ありがとう。わかる？っていうような子供だったのよ。もう何でも質問中みたいな。自分が納得するまで、その問題に取り組めないみたいな性格だった。で、その先生はすごい良かったね。みんなで考えようって言ってくれて。小5年生ぐらいだっけ？ 5 年生の時じゃないんだけどな、でも。その担任の先生は覚えてるから、小2の時の担任の先生だったと思ったけど。だからそういうのが日常茶飯事なのよ。だから、学校からすると問題児なんだよ、要は。先生からすると、もう早く次の授業行きたいとかなわけじゃん。会社だったら、ストップかかるわけだよ、サラリーマンがそういうことやってたら。仕事にならないわけよ。そう。だから、行きづらいっていうのあるよ。それを理解してくれる先生。俺が、だから、それは障害っていうか、アスペっていうのは分かってなかったから、自分で。今考えると典型的なアスペだよね。だ、そういうのが日常茶飯事で多々起こるっていう感じ。まあ、俺よりひどい、発達障害の人も職場にいるから、見てわかるんだよね、その人の気持ちが。納得した。カレンちゃんいらっしゃい。納得することしか動けない。自分が、理解できることしか動けないんだよ。そういう、アスペの人って。だ、苦しいよ。普通の人は、普通になあなあに動けるの。そう、割り切れるんだよ。俺らは割り切れないんだよね。先生に質問しても納得できないらしいって言ってたら、トーマス・エジソンとか、アインシュタインが作ったのね。この発達障害のアスペルガー症候群っていうのの、自分がそれで苦しんでたから、それを作ったのがまさにアインシュタインなのよ。アスペルガー協会の会長みたいなことやってんだよね。俺、未だに空気読めないよ。ただ、ごまかし方を覚えるの。ごまかし方っていろいろあって、ですよねって言うと、向こうは納得してくれんの。俺が大体だから、ですよねとか、わかるわかるって言ってる時は、分かってない時。要は、後天的に、それを、なんつうんだろう。こうやってやったら相手がそれっぽく対処してくれるっていうのを、マニュアルを作るのよ、自分の中に。もうめんどくせえっていうのも、俺にもあるわけじゃん。そう、一回一回、なんでそんな質問するのとか、もうくだらないループが嫌だから。要は、バカと会話したくないわけですよ。だから、俺はそういう時は、大体、そうだよね、とか、わかるわかる、とか言ってる時は、わかってないからそういうこと言ってるっていう。だから、演じれるようになってるよね。子供の頃はそれができないわけよ。だから、後天的にその対処の仕方を覚えるっていう。だから、本質はわかってないんだよ。しんどいことか。これ B 型だね。あ、お前、ブロックだわ。お前いらない。こいつなんか、グダグダ言ってたやつだわ。めんどくさいリスナーいらないから。
だから発達障害って、ちゃんと理解があったりとかする親とかに育てられると天才が生まれやすいんだけど、まあ、障害って名のつくものは大体病気だから、大体の人は社会不適合者になっちゃうって。でも社会が俺に合わせろとは思わないよ。ただ自分の周りにいる大切な人たちには理解してもらいたいとは思ってる。俺のそばにいてくれてる人は、その俺はこういう特性があるっていうのを理解した上で付き合ってもらいたいと思ってるね。じゃないとその人との関係が良くなくなるから。あ、そう？さっきこいつずっとアンチコメ書いてたから、めんどくせえと思って。おお、市川のミッチーいらっしゃい、こんばんは。楽しんでってください。俺結構ブロックいるよ、いっぱい。ブロックの基準とかも全部書いてるしね。俺は別に普通に会話ができる人と普通に会話がしたいだけだから、なんかその煽りとかめんどくさいんだよね。ずば抜けてるっていうか、その俺はなんか生まれつきすごいみたいなものはないと思ってて、ほぼない。あるんだけど、そんなに能力差はないんだよ。そうじゃなくてね、やっぱね、好きこそものの上手なので、のめり込んでできることを思ってる人間が強いと思ってる。もうずっと四六時中やっちゃうみたいなさ。そしたら勝手に上手くなるじゃん。そういうものを持ってる人間は幸せだと思うよ。もう時間を忘れられるっていうか、そのずっとできちゃうっていう。そういうものが上達を促すんだよ。アスペルガーって興味の関心のあることずっと反復してやる傾向があるから、自閉症だから。実は天才が生まれる可能性があるっていうのはそこなんだよね。B 型には変人が多いらしい。ほう。俺は血液型占い信じてないから、あら根拠が全くないから。ていうか自分の血液型知ってんの日本人ぐらいだしね。都市伝説。都市伝説ってタイトルつけたらいいけどないな。俺もタイトルつけて今気がついたけど、ないわ。いや、疲れてて頭回ってねえっていう部分もあるし。タイトル変えようかな。タイトル変えてもいい？俺障害者だよ。精神障害者。発達障害って言って、アスペルガー症候群って昔呼ばれてたやつとか、自閉症スペクトラム障害って今呼ばれてる病気だね。要はこだわりが強いっていうやつ。あと言葉を鵜呑みにするとかさ。でも俺の場合は言語性 IQ っていうと、言葉喋ったりする IQ は比較的人より高めなんですよ。だからそれがね、なかなか伝わりづらいっていう。チケット買えなかったが代わりに仲の良いやつが行きます。チケットまだ販売されてないよ。チケットまだ買えるよ。チケットは23日発売だから。今日初見なんですけど、話し方とても好きです。ありがとうございます。
そう、自閉症とはまた違うの。自閉症っていうのは知的障害を伴うのが自閉症だから、知的障害は伴ってないの。いや、受けてないよ、俺。なんで？セフィゴゾウさんいらっしゃい。受けてないよ、俺。マジって何？精神病、まあ、辛いから病院に通ってるわけだから、なんかおかしいなっていう。病院に行かないでしょ？だって風邪ひかなかったら、怪我しなかったら。なんか生きづらいなっていう風に感じてるからでしょ、みんな。だそれを克服できるかどうかだよね。南方卒業おめでとう。あ、ありがとうございます。1月の1日ですね、今年の。結構長い時間かかっちゃったんで、4年間受けちゃいましたね。なかなか社会復帰は難しいですよ。今日はあんまり機嫌良くない。いやいや、これが普通なんだよ。俺ね、アスペルガーの特徴の一つに、自分の表情とかを伝えるとか、要は気持ちを伝えるのがすごく苦手なのね。だから、今日実は、疲れてる、機嫌が悪く見えるでしょ？違うの。素になってるの。要は演じてるのよ、普段。ニコニコしてたりとか。あれは配信用に繕ってるの。で、今の俺っていうのはちょっと体力使ったから疲れてるわけだ。だから素が出てる感じ。機嫌は悪くない。いい。だから、俺が笑顔とか声のトーンを上げるとかっていうのは全部後天的に身につけたやつだね。リスナーさん大切にして、だって俺リスナーさんがいないと生きていけないんだもん。俺これで飯食ってんですよ。命ですよ、リスナーさんは。僕の。演じてるのショック。だから、俺結構無表情でしょ？のんたに聞いたらわかるよ。のんたは俺結構無表情だよね、普段。そうだね。ずっとボケーっとしてるよね。機嫌悪く見えるんだよ。よく言われる。子供の頃からだね。本人は楽しかったりするのに、怒ってんの？とか言われるんだねえ、のんた頑張ってたよね。いや、のんたのおかげでだいぶ練習になったよ、今日。この人うざいからブロックします。もうめんどくさいのとやり合うつもりないから。リスワン頑張ってください。ああ、ありがとうございます。嬉しいです。ありがとう。双極性障害。あ、そうなんですか、桜井さん。初めまして。生主さんですよね。たまにお見かけします。よろしくお願いします。初コメありがとうございます。双極性ってボーダーって呼ばれてるのは双極性だっけ。僕、双極はないんで。要は感情の起伏が激しいみたいな感じなのかな。双極って。あ、フォローありがとうございます。どうも。なんて読むんだろう。神癒しよ。神癒しさん。練習の時も、いやー、なんか、いっぱいいるんだよ。俺つえーっていう人はコメントで。そう、コメントだと世界チャンピオンいっぱいいるから。コメント世界チャンピオンが。俺はそういうの相手にしたくないからさ。めんどくさいだけだから。よっちゃんって読むんだ。
だってさ、なんかさ、俺はさ、相手の顔を知らないわけよ。向こうは俺のこと知ってるわけじゃん。だから別に好きに言ってくれてもいいんだけど、俺は知らない人から声かけられてるわけだから、その人が本当に強いのかもしれないし、で、仮に強いとしても俺に教える資格があるとは俺は思ってないのよ。俺がお願いします、教えてくださいって言った人だけが俺に教える権利がある人でしょ。例えばさ、公園とかでシャドーボクシングやっててみんなが世界チャンピオンだっつうんじゃん。それで、おい、ジャブの打ち方間違ってるよって言った時に、それ迷惑でしょ。それおせっかいじゃん。それ、は？ってなるじゃん。いや、邪魔なんだけどって。応援は嬉しいじゃん、普通に。あ、頑張ってね、君みたいな。ボクサーなの？とか、頑張れって言ってくれたら嬉しいじゃん。でも知らなくて、なんか街でさ、どんだけ強いのか知らないけどさ、ああ、お前腰入ってねえや、とか言われたらさ、誰だよってなるじゃん。俺はそういう感覚だよね。人として間違ってるのどっちだよっていう。ね。うるせえよって感じだよね。そう。はい、おやすみ、よっちゃん。黙ってろよって思うよ。まあいいんだよ。ネットはそういうのばっかりだから。そうそう、言い方もそうだよね。ジャージちょうだい。なんで？これ、紐買ってきた？とりあえずこれでいい。どれどれ、見せて。何紐？あ、いいじゃん。これでいい。やってくれんの、今。ズボンどこ？あれ？洗濯物でズボンどこだ？着替えるかしやっぱご飯食べてる？さっき食べた。食べてた？痩せすぎて怖い。春だから。あ、やべ、メガネ忘れた。いく。ありがとう。ちゃん何でもできるね。偉いよ。魔法使いだ。そう、鳥が飼ってるんだけど、文鳥の釈迦っていう鳥を飼ってるのね。それがね、体重軽くなりすぎてて怖いんだよね。ああ、そうですね。好きですね。話します？宗教の枠やりますか？宗教枠にします。仏教とキリスト教とか宗教は多分一番詳しいんじゃないの、俺。生主の中では。全然興味あれば語りますよ。
はい、こんばんは。スルーかなって何？風船上1個ありがとう、はるみさん。何やっぱりって。 何やっぱりスルー。俺スルーしないでね、コメント結構読むタイプなんだけど。決めつけやめてよ。ゆきちゃんのサムネだった。ああ、そうかそうか。ゆきちゃんね、俺の、それがさ、リスナーさんと飯食ったんだけど、ゆきと仲めっちゃ良かった人で、よくデートしてたらしいんだよ、その人。今考えると贅沢だよなとか言って、超羨ましいと思って。ゆきと友達だったんだって。だから、誰だっけ、二郎と付き合ってた頃、もう若い頃の、地元北海道の人で、札幌の人で。今考えると贅沢だよなとか言って、ね、マジっすかみたいな。まあ、昔からブサ可愛かったよとか言って。ダンマパダ。原始仏教好きですね、僕は。スッタニパータダンマパダ。ダンマパダが好きなんですか？ でも、あの頃の仏教が、俺は、なんか本質をついてると思ってて。まあ、歌ですよね、あれは。昔の仏教好きなんだよ。僕は今の日本にある仏教は全部嘘だと思ってて、あれは仏教と関係ないと思ってますね。まあ、それはしょうがないんだけどね。まあ、それを専門用語だと大乗非仏説論って言うんですけど。大乗否定派ですね。ただ、いや、否定派っていうよりも、日本にある大乗仏教っていうのはもうほぼ嘘つきだと。で、仏説、まあ僕はね、ナーガルジュナの空の発見っていうのは素晴らしいと思ってるんで、あれなんですけど、仏説ではないと。大乗否定派ですね、基本的に。まあでも、ナーガルジュナは嫌いじゃないですよ。ナーガルジュナの空論っていうのは、もう本当に大天才だと思ってるんで。ただ、例えば、ブッダって宗教を否定した人なんですよ。宗教じゃ人救われないって言ってるのに、まあ、今やってること全然違いますよね。本質的じゃないっていうか、そこは思いますね。だから、まあ、日本でいうところの禅はそこに近いのかなとか思ったりしますけど。法然はどう思いますか？僕はだから日本にある仏教っていうのは全部嘘だと思ってますね。仏説と何の関係もないっていうのが僕の考え方です。別にそれを信仰してるのは否定はしないですよ、正直。いいんじゃないですかっていう感じだけど、それは理由があるんですよ、全部。調べて言ってるんで。だから別にどこがダメとかどうっていうのは全部理論的に話せますよ。自分の考えとは合わなかったっていう。
まず仏教の本質っていうのは何なのかっていう、ブッダが好きなんですよ。僕はブッダ派なんですよ。どっから話そうかな。どの辺から話せばいいんだろう。例えばまず日本の仏教の歴史から話そうか。じゃあ日本の仏教がどういうふうに入ってきたかっていうと、まず北インドでブッダは誕生します。これはまあみんな知ってる通りだと思うんですけど、ネパールらへんですね。マガタ国っていうのがあるんですよ。マガタ国の王子をやってました、北インドで。それが後の、ゴータマ・シッダールタっていうんですけど、この頃の名前は。ゴータマ・シッダールタですね。で、これ文字読めてんのかな？これくらいで読める？読めます？これくらいで。どうだろう？ OK。で、見れる？大丈夫。で、三蔵法師が天竺っていうところに行って、教えを持ち帰ります。これが仏教なんですよ、簡単に言うと。で、これ物語なんて言ったかな。三国志じゃなくて、なんだっけ、孫悟空とか猪八戒とかの話、なんだっけ、西遊記だ。これが西遊記っていう物語になってますね。で、この時にお経が生まれます。この時にお経というのが誕生します。こうなりますね。ここまで OK？ ここまで OK？ アンパン。ほっといていいよ。アンパンが取れるわけないじゃん。アンパンに言っといて、ワドが。お前に負けるわけねえだろうって。 絶対。お前コメント欄荒らすなよ。バカとかハゲとか書くなよ。なんでお前動画の内容も見ねえで、お前バッドボタン押してんねん、もう。